皆さんこんにちは、こまりなカフェの白尾です。今日は YouTube について少しお話しさせていただこうと思います。私が YouTube に動画をアップするようになったのは2021年9月ぐらいからです。で、カフェを始めたのが2020年5月、ちょうどコロナが始まった頃なんですけれども、まあ、その頃にカフェを始めて、で、大体1年後、群馬県も緊急事態宣言とか、マンボウ、まん延防止ですね。今となってはちょっともう死後になるのかなっていう感じなんですけれども、まん延防止とかありまして、まあ、うちの場合は夜とかやってませんし、お酒も出していませんので、昼間はもちろんカフェはやっていいわけですけれども、まあ、緊急事態宣言が出たり、マンボウが出たりすれば、お客様は来ないですよね。なので、お休みしたりしていました。まあ、その間、こう、ね、時間があるので、じゃあ YouTube でもやってみようかなって、そんなような、まあ、ことが動機ですね。で、その頃、飲食店みんな暇なので、YouTube に参入したお店も多いようです。2021年9月からなので、もうそろそろね、2年が経とうとしています。やっと登録者の方が600人ぐらいになりました。本当に登録してくださった方々ありがとうございます。2年間やってみて、まあ、どんな投稿をすれば登録者が増えたり再生回数が増えるのかっていうのがね、だんだん分かってきました。まあ、例えばですね、人のためになる動画、まあ、小料理動画だとか DIY とかね、あとリフォームとか、あと年金生活、お金の問題、まあ、そういったことはね、結構登録者も増えたり再生回数も多くなるようです。で、私の場合はね、カフェを主体とした Vlog なので、自分がちょっとどこ行っただとか、こんなことやっただとか、まあ、いろいろごちゃごちゃなんですよね。だから登録者もまあ伸びないかなと私は考えております。戦略的ではないと言えますね。でも、まあ、皆さんにね、役に立つ動画ばっかりこう考えていると、私の場合ですけれども、なかなか長続きしないかなと思うので、カフェを中心としたね、 Vlog 系に、まあ、これからもねしていこうかなと思っております。まあ、私も日々の Vlog の方が楽しみながら動画をね、制作していけるので、まあ、その方がね、長続きできるんじゃないかなと思っています。さて、私は動画制作は、ブロっていうのを使っています。ね、VLLO。ブロです。これはね、パソコン対応ではなくて、スマホ対応のようなんですよね。で、私が編集アプリ何がいいかなって、やはり YouTube で検索したのかもしれないんですけれども、まあ、初心者向きっていうことでね、無料のブロを使い始めました。これは有料もあるんですけれども、今のところ無料のアプリでやってます。まあ、無料ですけれどもね、フォントとかスタンプだとか、なんか効果音だとかも使えますし、まあ、いろんな機能は揃っています、ね、BGM も使うことができます。だから著作権とか考えずにブロの中に入っている音楽を使うことができます。ただあんまりいい音楽はないですね。最初の頃本当に、まあ、今もそうですけれども、いい音楽がなくてずっと探し回っていましたね。本当に無料なのでいい音楽があまりないです。かといって外部の方からこう音楽をね取り入れたりするとまた面倒ですし、著作権とかもありますのでね、まあ、ブロの中で完結できるので、ブロの BGM を使っています。で、まあ、ブロの場合、私も本当にパソコンとかね、機械音痴、何もできないんですけれども、なんか直感的にね、あ、ここかな、ここかなっていうんでね、できるんですよね。で、なんとか動画制作も慣れてきました。直感的にできるっていうところがね、まあ、初心者でもね、60、70の方でもできるんじゃないかなと思っています。だからもしね、これから YouTube をやっていこうかな、動画制作をやっていこうかなっていう方は、ブロとかね、おすすめですね。まあ、ブロしか私知らないのでね、こっちの方がいいよとかね、おすすめも何もないんですけれども、とりあえず私もね、できているので、
ので最初はブロなんかいいんじゃないかなと思います。でスマホで編集の良いところっていうのは、まあ、スマホっていうのは必ずバッグに入ってますよね。だから自分が移動したところちょっとした隙間時間を使って動画の編集とかもできるんですよね。でこれがパソコンだと、まあ、そんなにねちょこちょこ持ち歩かないっていうのもありますしね、スマホのようにちょこってこうに使うこともできないので、スマホで動画制作をやるっていうのはね、すごくいいんじゃないかなと思います。ただもう60過ぎると老眼で目が悪いんですよ。だからスマホだと字が見えにくい、あとアップした動画がよく見えづらいとかあってね、大きな最終的に大きな画面のパソコンで見るとね、あこんなとこにこんなのが映ってるとかね、まあ、いろいろあってまた消したりなんだり作り直したりする場合もあるんですけれども、まあ、基本的にはスマホでできますので便利です。で私の場合ですけれども、スマホでだいたい動画を撮り、そしたらそれをカメラのところに保存します。そしてそれからブロを開いて、ブロの中にその動画、撮った動画を全部取り入れます。そこでいらないところはカットしたり、音がちょっと大きいところは小さくしたりとか、あとテロップ入れたり、BGM をね探したりとか、そういう感じでやっています。ブロの中で動画制作が出来上がりました。そしたらばそれをカメラにまた保存します。そしてそれを今度はね YouTube を開いて、 YouTube のプラスのところがあります。それがまあ動画を投稿するところなんですけれども、それを押して、そしてカメラの中から自分が作った動画を選んで、でアップします。そうすると YouTube にアップできるわけですけれども、その時はまだね非公開にしておきます。まあそれでYouTube の方は置いといて、またねブロに戻って、ブロの中でサムネイルを作っています。またサムネイルについては、別の動画でねお話ししようと思ってるんですけれども、サムネイルもねキャンバとかでできるんですけれども、私はもうまた別のねアプリだとめんどくさくなるので、もうブロの中で完結しています。ブロの中の一番いい画面のところ、そこを選んで、そこに文字を入れたりして、そしてサムネイルを作っています。でまたそれも、カメラのところに保存します。で今度は、YouTube スタジオを出すんですよね。 YouTube スタジオについても後で、お話ししたいと思いますけれども、本当に最初の頃はサムネイルも知らなかったし、 YouTube スタジオって何っていう感じだったんですけれども、まあ、YouTube スタジオを出して、そしてそうするとそこにねコンテンツの中に、さっき YouTube にアップした動画が入ってます。でそこをクリックして、そして、作ったサムネイルを入れたり、それからタイトルを書いたり、それから概要欄を書いたりとか、そんな感じで仕上げていきます。でだいたい仕上がったらば、まあ、保存をして、そして公開をすると YouTube の方に、アップされて、もう一度アップ公開ということでねアップされて、皆さんが見ることができるっていうことになります。私は直感的、まさに直感的にいろいろブロでやってますので、皆さんにはね動画制作を教えることはできないんですけれども、だからもしね初心者の方で動画これからね YouTube にアップしたいなっていう人は、 YouTube の方で検索するとねいろいろ出てきますので、動画制作は何を使ったらいいのとかね、 YouTube スタジオって何とか、サムネイルって何って、そういうのをね検索すると、 YouTube ビジネスっていうのかな、そういう人たちが丁寧に教えてくれますのでね、そういうところをご覧になればいいのかなと思います。まあそんなわけでですね、私はブロを使って、動画制作をやっています。で、この次はサムネイルについてお話ししたいと思います。本日は最後までご視聴ありがとうございました。